ワコバスケ。はい、PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスです。今日の PC エンジンマラソンは90本目、ワコバスケ USA プロバスケットボールをお送りします。PC エンジンオリジナルのワコツです。バスケットゲームですね。 PC エンジン初のバスケゲームが出ました。ね、PC エンジンにこれまで90本あって足りなかったもの、それはバスケ。バスケがついにね出ました。バスケットゲーム、PC エンジン、まあ、バスケゲットゲームはね、非常に少ないんですけれども、バスケゲームはね、2本しかないんですけれども、そのうちの1本です。おじさんさんが先プとニコニコ。マストバイ、バスケファンは、マストバイです。黒金桜花さん、サンジュさん、コーフィーさん、ネコジャラシさん、ゴールデンバーグさん、シャドルさん、パカパカさん、森さんが1番さんいらっしゃい。こちら叫ばない方です。リンドウさん、おじさん、黒金さん、ありがとうございます。13個目さんいらっしゃい。ね、今、八村選手の活躍で、日本でもね、人気が爆発している NBA、まあ、ちょっと前まではね、あ、ちょっと忘れちゃった、背の、ね、小さいけど、あ、田臥ね、田臥選手のね、とかもありましたけども、はい、ジュネさんいらっしゃい、その前、スラムダンクのね、ブームもありました、はい、そのバスケゲームが PC エンジンでも楽しめます。89年12月1日発売、エイコム、エイコムさんですね、第3弾。16個目さんに P47 武田信玄とね異色者が続いて第3弾はバスケ、スポーツゲームが出ました。2メガビットヒューカード5600円、スポーツゲーム2人対戦可能になってます。4人対戦とかできないのはちょっとね残念ですけども、2人対戦ができます。マルチタップ対応です。バックアップはついてません。はい、それではいきましょう。これコンティニューもなかったですかね。コンティニューもないですね。はい、一気に行かないといけないタイプです。はい。和骨です。バーストさんいらっしゃい。ジョン。あら。えい。えい。あら。えい。あらら。エイコムコーポレーション。あ、懐かしい。これなんかタイミングどうだろう。はい、プロバスケットの熱い興奮をゲームに再現。個性あふれる8チームの選手たち、スピーディーな試合展開、シュート時やフリースロー時のアニメーション画面など迫力が違う、臨場感が違う。敵のディフェンスをくぐり抜けダンクシュートを決めてやれということです。はい、まあ8チームで、ね、実名じゃないんですけれども、個性豊かな、面々ですね。 1P オンリー2プレイヤーズ、2プレイヤーズはですね、マルチタップですね。はい、じゃあいきましょう。21個目さん、22個目さん、シエリさんいらっしゃい。ウォッチモードはまあね、コンピューター同士の観戦です。はい、トーナメント、リーグモード、これはトーナメント形式ですね。1回あたりのリーグ戦、そしてエキシビジョンマッチ、これは1試合だけのオープン戦となっております。はい、トーナメントで優勝を目指すのが目的ですね。はい、全部でね8チーム、なんとニューヨークにはね、私のこの、私はもうね、ニューヨークですね、ニューヨーク。なんと、ラックスメンがいるんで。はい。はい、なんと、ラックスメン。はい、データの見方ですね。左からパワー、スピード、シュート、パス、ディフェンス、スタミナですね。パワー、A、ラックスメンね。パワー値が高いと、スタミナが減りにくいです。スピードは、もちろんドリブルのスピードですね。シュートはもちろんシュート能力のね、入りやすさ。シュートは入りにくい。パスはパスキャッチ&パスカット能力のレベルですね。4、そしてディフェンスが、ドリブルのカット能力ですね。ラックスマンはディフェンスというかアグドダイモンさんに、ね、それから99はスタミナ、こちらはね、試合中に下がっていくので、下がったらうまく入れ替えね、控えと今5人のメンバーいますけども、控えとうまく入れ替えるということですね。はいはい、それはフォーメーションですね。フォーメーション、ゾーンディフェンス、守備範囲をそれぞれの選手が持ち、オフェンス、ディフェンスが切り替わるとそのポジションに向かうというね。それから、それぞれ1人ずつ設定できますということでね、はい、それからマントゥーマンは、ディフェンスをマーク、守備範囲は持たない。ゾーンプラスマントゥーマンは3人がゾーン、2人がマントゥーマンになるということでね。マントゥーマンは、効果的なディフェンスですけどね、スタミナの消費が激しいということで、マントゥーマンはスタミナの消費が激しいということになっています。はい、
あ、ちょっと。あとは行けちゃうか。タイム忘れた。操作忘れましたね。はい。ランボタンでピボット。ディフェンスの時にね、こう、ドリブ、なんですか。ドリブルしながらぐるぐる回るやつですね。方向を聞いて書いてします。で、パスかワンボタン。シュートは2ボタンでジャンプして、もう1回2ボタンを押すということでね。ディフェンスの時はアタックがワンボタン。クレイジーのイメージしかない。これはね、BGM なんでクレイジーフォーユーありません。はい。よし。右が好き。あー、そうだ。パスはいなかった。おらら、おらおらら。あーた、出た、うん、画面ね。この画面の時はね、この野郎、ザーッと。方向キーで軌道を合わせて、オフェンスがボールを離すと同時にワンボタンを押すと。それがディフェンス。ディフェンスこれね、成功したことないですね。で、ダンクシュートの場合は、シュートする側は、上中下の軌道を方向キーで選んで、赤色のところへ行けたら2ボタン。カトギューさんです。35ボタン。29ボタンです。君が好きだと叫びたい、夜中まで叫ぶよ。オッケー。でも慣れたらね、簡単ですよ、慣れたら。慣れたらね、もうワンボタンで、ワンボタンこう連打でね、取って。連打で取って。ただディフェンスのね、アップの時のディフェンス、ちょっと正直よくわかんない。クリアした。今でもちょっとわかりませんね。ワンボタンはそこをね、感じで。奪えないもん。あ、しまった。こんばんは、ワクオツです。早けんさんじゃん。まあ、奪えなくてもね、適当にやってたら奪えますんでね、これ。慣れたらまあね、サクサク。クリアしてなおわからない謎が残っている。わら。まあまあ、ディフェンスできなくてもね、大丈夫と。そうですね、よいしょー。よいしょ、終わった。よいしょー、スーパーダーン、オッケーね、奪いますから、はい。ディフェンスのももちろんね、ディフェンスの得意な、ディフェンスが、得意な選手。やるのがポイントですね。君が好きだと叫びたい、夜中まで叫ぶよ。38ごめんなさい、この熱い思いをバックダンクお願いいたします。徹夜で叫ぶ。バックダンクでいきません。バックダンクだね。バックダンク、バックダンク、やりました。切り替えはどうだっけ。切り替えはちょっとなんだっけ。あー、登れた。しまった。よいしょ、もう奪い返した。よいしょ、よいしょ。アリウープ、ノーアリウープ。パワーダンク、パワーダンク、オッケー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 。パワーダーン、オッケー。サンジャー、しごめんなさい。オッケー、バタバタ、オッケー、オッケー、オッケー。スーパーダーン、オッケー、逆転。あ、あれですよ、疲れがないがね、見ていた方がいいですね。やっぱりバスケはスタミナが勝負ですから。いいのね、はい。エンディング期待するよ。まだスタミナありますね。はい。でんでんでれでれんでん、まだね、あります。大丈夫、大丈夫。控えでいいのはないかな。控えでいいのは。でんでんでん。シュート3番目。シュートがいいのは。そんなにないね。控えでシュートいないね。いませんね。みんな、オニールさんでもいいね。全体的にね。シュート以外は。ええ。パスディフェンス能力高い。オニールさんいいね。オニールさん、ぶっちゃけこのキングさんとかよりいいんじゃない。シュート能力はこっちの方が高いですか。まあいいや。よし。ゴー。あ、しまった。あっちパスした。嘘だろう。オッケー。スーパーダーク。エンディングまでは3試合ですかね。3試合勝たないといけない。ああ、これはちょっと分かんない。
ほい、スーパースーパータンクダーン。これがまあね、でも決勝戦になるとね、結構ね割と手強いですね、相手がね。決勝は結構手強かった気がする。うまくのピッピ、あ、うまくあのピボットを使わないとね。よいしょ、あと1試合になりましたね。あのテレビスポーツほどじゃなかったですけどね。テレビスポーツ、スポーツも難しかったですけども。はい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 、スーパーダーン。さあ一進一退の攻防、一進一退の攻防、一進一退の攻防。おっと、トラベリング、トラベリング、オッケー、トラベリングがあります。トラベリングがオッケー。展開が早いですわ。展開早いですね。テレビスポーツの時は大変でしたね。テレビスポーツはね、カズマで大変でしたけど、こっちもでも割合苦労したような。とにかく歌うスタイル、テンポいいね。テンポいいですね。こっちも確か非常に OK。 OK、 ナイスダーン。バスケって何が面白いんですか？面白いな。点取り合戦というかね、点取ってディフェンスする、それが魅力ですよ。まあどのスポーツもでもね。PC エンジンのバスケゲームはもう一本ありますよね。もう一本がテレビスポーツですね。つい最近クリアした。これは結構、これもでもつい最近ですかね。クリアしたの。2年前ぐらいですかね。なんかあって結構やった記憶がありますよこれ。女子バスケが面白いですよ。女子バスケはちょっと PC エンジンないですけどね、残念ながら。父が揺れる。あと父が、あった、あーところぐらい、あそこに地道にチアガールいますね。チアガールがね、チアガールがテレビバスケはエンディング見ました？もちろんもちろん見たじゃないですか。もう一緒さんか、もうね、エンディング動画も上げてるからぜひご覧ください。あっと取られた。よいしょ、ノーアウトローズ。すげー、エンディング見たかった。オッケー、動画開けてください、それご覧ください。オッケー、オッケー、イエス。あ、なんだかんだ7枠かかってるね。7枠、7枠って言ったら2週かかる。あ、でも2週間か、2週間ですね。1週目でクリアできなかったですね。電話ですよ。電話じゃないですジョージ。オッケー、パスパス、ダーン、もしもし、ショット、オッケー。現れた。テレビバスケむずくないですか？テレビバスケはね、私が攻略メモ確か上げてなかったっけ。ラックスさんのクリア動画はこちら。攻略メモ上げてるんで、ぜひご覧ください。まあ、あれ、フットボールだったっけ、バスケ上げたっけ、どうだっけ、バスケ、動画上げてるだけで満足しちゃったようだ。ブロマが高い。あっと、プッシングした。押してしまった。反則ありますね、反則ね。見てください。フリースローはこんな画面ですね。赤で止める、赤で。はい、フリースローもあります。よし、オッケー、テン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 、オッケー、オッケー。ちょっと疲れてきたから、なんかスピード遅いな、スピード遅いわ、ちょっと。どれどれ、あびゃー、うわ、トラベリングに取られた。パスで出せなかったよ。ちょっと見るよ。ダイブ。ワコツバスケだ。ジョージ。61個目されてる。
前のあれだな、そんなにいないね。まだまだ70ならやれるよね。でもそろそろ歌を変えとこうか。スミス、スミスってお兄さんの相手。次回はデイビスカップテニス攻略お願いいたします。もうやったじゃんもうロックの昔にやってるじゃない。もうスポーツゲームはあのゴル残ってるとゴルフだけだよ。パワーゴルフ2だけだよ。カーター、カーターもエンディング見ましたか。エンディング 見たって出てたよね。よいしょ、あっとっと。スピードがない、あっとスピードがないな。あれパスパス、おっとプッシング、おっとフリースローだ。はいはい、よし見た、オッケー、よし、そこそこ、あーちょっとそこ取られた、そこ取られた、えいっ、オッケー、オッケー、パスパス、はいパス、ドフリーだ、オッケー、へい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 、オッケー、あーちょっと怒られた、おむすび、おむすびコロリ、あ、切り替えはワンツー同時ですね。ワンツー同時で選手切り替えだ。よいしょ、ワンツーどっちじゃなかったよ。違うのか、ワンツーどっちじゃない選手の切り替えどうやってやるんだろう、ディフェンスの時の。よいしょー、審判がお腹出たマリオみたいな、帽子を取ったマリオみたいな感じですねおっとここで、2ボタンですね、2ボタンだけでいいんだ。方向キーで選択の2ボタン、切り替えはね、コントロール選手の切り替えは2ボタンで押せば切り替えでした。マリオさんみたいなヤジさん、エパス、エパス、エパス、あー、そんばれた、全部リッキーデスマッチですか。オッケー、オッケー、いや、プレイどうすこい。はい、まあ、最初から見たら分かるね。どうすこい。おっと、むく、お相撲さんですか。おっと、ない、オッケー、なんか変な人がいる、よし、スーパーダーン、
スーパーダンク。ダックさん、さあお待たせしました。もうすぐでセカンドクォーターで終わるとハーフタイムショーがあります。皆さんが待ってたハーフタイムショー、なんとかハーフタイムショーまで行きましたね。ついに来るのか。ついに来た。お湯なハーフタイム。よし。よし。これでハーフタイムショーですね。さあハーフタイムショー来ました。皆さんお待ちかね。はい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 、さんこんばんは。はーい、ね、ハーフタイムショー、ちょっとスチュワード一緒さん、アップよりハイですね。ねぬぬよし、みんな元気いっぱい。ゴー、あーしまった、ドラフィング取れ。よいしょ、ちょっとあれ見て、逆転に来そう。オッケー、あ、そうですね、逆転ゲームにはなるでしょうね、普通にね、このままやったら。よいしょ、あったぞ、ロッパサブリ型ダメか、これディフェンスはちょっとね分かりませんけども、まあディフェンスできなくてもね、普通に点取るチャンスを逃せなければ、あー逃された逃してしまった。チビ弾きましたね今ね、ダンクシュート、あと、あの赤髪の選手ちょっと遅いな、赤髪の選手はいまいち。ういういディフェンスアタック、おいよし、えい、アタック。はい。あとと。パス、パス、パス、パス。アタック。アップシーンはでも金髪だ。へへへ、おっと。バスケはね、もう攻守交代が早いですからね、非常にね。油断できない、危ない、ね。一瞬の油断が、もうね、もう攻守入れ替わりが早いですから、パッと。ニューヨーク。オッケー、パス、よそよそ、あと取られるとピボット使えよ。オッケー、はい、くる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 、これはピボットです、ね、見てください、くる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 ね、この感じで、ね、5秒5秒回っちゃいけませんね、5秒5秒ずっと持ちっぱなしで反則取られます、はい、5秒バイオレーションがありますので、それをお見せしたかった。
し、主な反則はそれぐらいですか。もうあとはね点を取るのみですね。回転で威力が倍に、回転で、ね、ディフェンスできます。というか決勝戦あたりでこの回転をうまく使わないとねいけませんよ。まあ、1、2回戦はねいいですけど、確か決勝戦の相手たちが強かった気がする。まあ、バスケはちょっと1試合長いですけどね、これも正式なあれあの時間じゃないですけど割と時間長めですよね。えいっ、あっ、はい、といったところで、このゲーム面白そうですね。これはぜひともね、バスケはもう2本しかないんでね、PC エンジン。ぜひとも、2本ね、2本ともゲットしてみてはいかがでしょうか。両方ともね、また違ったアプローチなんでね。こっちの方がまあ手軽ですかね、テレビバスケ。ポンポン決まって楽しそう。バスケよりはね、ポンポン決まるんで。前のテレビバスケよりライトな感じですね。そうですね。ライトですね。こっちの方が操作も簡単だし、はい、シュートも入りやすいんでね。テレビスポーツはちょっと慣れるまでね、大変でしたけども。こちらもね、もうすぐに買って、まぁ、あ、ちょっと説明書がないと、若干わからないところありますけれども。まぁ、簡単ですしね、はい。とっつきやすいと思います。はい、主人公コーナーです。1番持ってる人は持ってるよ。1番、2番も、2番は、これから買う人は2番ですね。それでは行きましょう。君が好きだと叫びたい夜中まで叫ぶよ、この熱い思いを徹夜で叫ぶ。はい、さあ叫んでるのは何名いるんでしょうか。でけでけで、10.5。前回はなんと 2.3% しかなかったんですけども、なんと、5倍増やりました。てっ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 て約5倍の2%から 10% に増えましたね。結構上がり幅が大きかった。やりました。というわけでもうね、バスケゲーム PC エンジンで日本しかないんで、もうね、特にこっちの方がとっつきやすいんで、マストバイでございますよ。対戦プレイもね、熱いんじゃないでしょうかね、これはね、もう点取り合戦になると思いますんで、非常にいい勝負ができると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。今日は USA プロバスケットボールをお送りしました。明日は、業務用で人気のね、オツでした。忍者がやってきます。お楽しみに。オツでした。オツオツです。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 オツオツでした。どんな忍者がやってくるのかな？オツでした。オツでした。オツです。オツです。オツです。オツでございました。オツでございました。オツでした。オツでした。ケインコスギどこ行っちゃったのかな？亀忍者かな？忍者、タートルズ、影の伝説かな？オツツ。オツツです。